孫劉連合軍は赤壁での戦いに勝利し、曹操は許都へと敗走した。同時に劉備は自らの寄って立つ地を得るため単独で慶州の要所を制圧。それを足がかりに益州の地へと軍を進めようとしていた。時を同じくして孫昌公と劉備の縁談が持ち上がる。政治的な意味を匂わせる孫権に対し、孫昌公は自らの心で劉備のもとへ行くと言い放つ。孫昌公が憧れる英雄はもはや孫吾にはいなかった。昌公殿、私にはこの益州攻めがためらわれる。同族相手に玄徳様が目指す天下って手を汚さずに取れるものなの？作兄様は五軍を取り戻すために玉璽を使ったわ。大事な志のためどうしてもやらなきゃって時もあるんじゃない？やらねばならぬか。もうお願いだから戦の時はそんな悲しい顔しないでよね。戦？昌公殿、そなたも戦うつもりか？もちろん、私はあなたと一緒に天下を見るために来たんだもの。進まねばならぬか。たとえ陣を損ねて。皆、私の大使、信じてついてきてくれ。わしら西から進むとしようか。諸葛亮、そっちも頼んだよ。ええ、任せてください。私たちの手で必勝の構えを整えましょう。この拠点、私が制圧したわ。君主の皮をかぶったヌストが、この食の地は渡さん。仲間のいでよ。さあ俺と勝負だ。ハッとしろ。こりゃいい森だね。
伏兵を置いて守るにはうってつけだよ。お見事ですな。我らも武を示さねば。や来たか。このメンチクは抜けさせんぞ。わしが相手だ。その首もらい受けるぞ。厳しいね。誰か手を貸してくれんかね。素晴らしいご活躍です。私もさらに上策を操作なくてはなりませんね。やっはん敵将を撃ち取った。正念場だ。やっ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 。ダーリーダーリーヒレイやっやっダーリーダーリほう、見たところ軍師さんご一行だが、焦ったかい？こんな道を素直に来るとは間抜けもいいとこだ。人の世のためさ、私も命かけてんだよ。このメンチクの森をのうのうと進み寄って、うかつなやつも俺たちが葬ってやる。龍将殿、生徒の平和すべて我らの手で守ってみせる。この拠点私が制圧したわ。この駅州に戦を持ち込むな。土地の平穏我らが守ってみせる。ほう、向かうところ敵なしですな。無理をして疲弊することもあるまい。下がって友軍と一緒に進むのだ。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。やれやれ、ちょいと足が勝ちすぎとかね。ここならば対岸を進む劉備軍が丸見えよ。みんな矢を使えよ。一斉に放つぞ。敵将撃ち取った。
大切なものを失いなさんと。頑張るな。ホート、お前の思い受け取ったぞ。敵将は撃ち取った。素晴らしいご活躍です。私もさらに上策を操作なくてはなりませんね。この拠点私が制圧したわ。敵衆の君臣は乱世など望まぬ。野心の猛者め、わしが退けてくれん。今こそ敵の布陣を切り崩す好機です。さあ進軍を開始しましょう。敵将撃ち取った。両ども突撃せよ。精を上げて攻めかかるのだ。敵将撃ち取った。報告、敵軍とおぼし軍勢が接近中。かなりの速さです。両州の軍勢かと。ここらで足並みを揃える。確保してるね。お見事ですな。我らも武を示さねば。とどめ。敵将撃ち取った。私が制圧したわ。やっ、私の知略に勝てるとお思いか。やっ、敵将撃ち取った。素晴らしいご活躍です。私もさらに上策を操作なくてはなりませんね。魔防器義なき者を撃つべく参上。優勝殿、これが来たからにはもう大丈夫だ。さあ参りましょう。我らには前進あるのみですぞ。さあ俺と勝負だ。アップしろ。破れるとは、ユーグには正義を超える大義があるのか。私の知略に勝てるとお思いか。将校殿、素晴らしい働きだ。私もそなたに負けてはおれんな。
敵なしですな。邪魔しないで。私とて乱世を進む者、お前に倒されてやるわけにはいかんのだ。今行って待っててくれよ兄者。縁起と張飛が息子、張鳳水産。いざ我が部で劉備殿に勝利を。敵将討ち取った。辛い戦いだったが、皆よく戦ってくれた。劉玄徳、この職より天下を目指す。よし、私たちの勝ちね。